ダナーは1932年創業のアメリカ合衆国オレゴン州のブーツメーカー。1932年、チャールズ・ダナー、ウィリアム・ウィエンハーグとその老いの3人によってアメリカ・ウィスコンシン州で誕生した。当初はワークブーツを生産する工場で低価格のワークブーツを製造、販売していた。ウィエンハーグが高い後は本拠地をオレゴン州ポートランドに移し、事業を チャールズ・ダナー一人で行うようになった。第二次世界大戦中は造船所の靴と呼ばれる木こり用の作業靴メーカーとして有名になったが、チャールズ・ダナーは病気を患い、息子のビル・ダナーが後を引き継ぐようになる。1960年代にはハイキングブーツを生産ラインに加え、マウンテントレールというモデルを発表。当時、このモデルは、 バックパッカーの間で絶大な人気を博していた。1979年にはダナーライトというモデルで世界で初めてゴアテックスをブーツに採用する。現在ではアウトドアブーツの定番ブランドとして知られている。創業以来実際にダナーの靴を履く人が不便を感じずに使いやすく耐久性に富んだ靴を作るがコンセプトである。モデル名にライトが付く理由は 当時ヨーロッパ製の硬くて重いブーツが主流だった時代に画期的となる軽さや動きやすさを売りにしたブーツだったため現在ダナーはスタイルに応じて多種多様なブーツを製造しているアウトドア、ワーク、ミリタリー、ユニフォーム、ラギット、DD、ライフ、アーバンウォーカー、クラシック等のシリーズが存在するありがとうございます